さん中の方に移動して準備をしてまいります。もう少々お待ちください。はい、それではですね、こちら中の方に移っていくところで、こちらの足場を紹介していきたいと思います。こちら皆さんの目の前にこちらの道具、カリフォルニアアシカといいまして、その名の通りですね、アメリカのカリフォルニア沖に生息するアシカの仲間になります。大森山動物園では現在2頭のアシカが暮らしていまして、こちらのですね、奥ですね、皆様から少し見えづらい位置にいるんですけれども、こちら名前をアイラちゃんと言いまして、女の子のアシカになります。そしてですね、こちらの体が大きい方のアシカさんですね。はい、取ってきてくれますか。こちらの名前をマヤ君と言いまして、男の子のアシカになります。マヤ君。あ、バイバイじゃないです。せーの。はーい。今日はですね、こちらマヤ君と一緒にあげていきたいと思うんですけれども、実はですね、こちらのマヤ君ですね、大ベテランとなっておりまして、今年で25歳を迎えます。そしてですね、大森山動物園には、1999年からいる、とてもですね、私の大先輩にあたります。担当もですね、今年でなんと6年目となってまして、年々上達してるんですけれども、今日の、バディである私がですね、はいはい、ちょっと待ってくださいね。まだ2年目の、担当を上げ始めて2年目になっておりますのでね、ちょっとですね、おそらく私の方が緊張しております。皆さん見てわかる通り、担当を倒した先がですね、水になっておりますので、これを倒すわけにはいかないっていう緊張感がとてもありますね。さあ、今日はですね、その大ベテランのマヤさんと一緒にですね、感想を上げていきたいと思いますが、さあ、ちょっと風がない山の道ですね、行きましょうね。さあ、皆さん、もうちょっと来てくださいか。あ、すみません、始める前にですね、本番の感想を上げるときですね、どっこいしょー、どっこいしょーという掛け声とともに、手拍子をやって応援していただきたいんですけれども、皆さんもですね、ぜひどっこいしょー、どっこいしょーと言いながら手拍子を打っていただけると、皆さんも私も頑張れると思います。ぜひですね、そちらの方もよろしくお願いいたします。さあ、ちょっと今日風が強いのでドキドキですけれども、倒さないように頑張りましょうね。さあ、ちょっと私の手が震えちゃうよ。さあ、行きますよ。なんで？行きます？いい？行くよ。ちょっと風吹いてきたね、一回やるの。呼吸をして行くよ。さあ、行きますよ。今日もちょっと暑いですからね、マヤさんもお疲れ気味かと思いますが、さあ、行きますか。もうちょっとね、前だな。倒したら大変なことになってしまいます。そうそうそう、はい、行きますよ。ちょっと風落ち着いてから倒すね。よ、せーの、あー、待ってる。行くよ、せーの、はい、どっこいしょー、すごい楽しそうだった。はい、行きますよ。ね、確かに時期までまで時間かかりますよね。まだみたい。さあ、ここでいいですか。はい、今風ないね。いきますよ。せーの、どっこいしょー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 。はい、先ほどよりは少しだけですね、上手に上げれる数ができたかなと思います。さあ、ここでですね、お囃子が終わってしまいましたので、感想は以上です。皆さん、あやさんの、感想演技いかがだったでしょうか。今日はですね、ちょっと風もあってあまり長くあげられなかったんですけれども、
ちょっとですね、2回目、3回目と徐々に上手になっていくような様子が見られたかなと思います。頭でできる。それではですね、最後、届けてくださった皆さんに私の前まで一緒にご挨拶して終わりたいと思います。はい、次はですか。はい、それではですね、暑い中、明日のママタイム最後までご観覧くださいまして誠にありがとうございました。また動物園に遊びに来てください。はい、それではですね、ただいまをもちまして明日のマンガタイム終了となります。最後までご我慢くださいまして誠にありがとうございました。ご飯やるこの後ですね、少しお魚が待っているので感動の練習をしてから終わりたいと思います。もしご興味のある方はぜひ最後のままでご観覧ください。